アイテム番号、SCP-667JP、スクポ、667JP。オブジェクトクラス、セーフ、特別収容プロトコル、スクポ、667JP は現在太平洋上の石油プラントに偽装された海上プラント、6670の海底に沈められる形で収容されています。スクポ、667JP の周囲には観測用の部人探索艇を複数配備し、その姿を捉え続けられるように調整してください。海上プラント、6670の周囲50海里以上200海里以内を飛行、航行するすべての航空機と船舶は財団により許可されたものに限り、進路と通過日時、時間を正確に財団へ申請させるよう取り計らってください。海上プラント、6670の周囲50海里以内にはいかなる民間の航空機、船舶も侵入できません。観測衛星及び探査用部位によって侵入する存在が認められた場合は可及的速やかに警告を行い、抵抗する場合には排除が認められています。このため、海上プラント、6670には自衛と侵入者排除のための実力保有が認められます。SCP-667JP は異次要性を有する胸部コア、総頭部コンピュータ、動力伝達系統などを取り外した状態で個別にサイト、1706の大型異次要生物収容容器に保存されます。それらを除いた外柄と骨格は同サイトの巨大異次要生物収容容器に保存されます。すべてのパーツを組み合わせた上での実験は収容違反の可能性が非常に高いため、大御用議会、倫理委員会全員の署名と捺印のある書類の提示により48時間のみ認められます。48時間の実験を終えた後は当該の書類の確認と SCP-667JP の状態検査を終える必要があります。さらなる実験には状態検査の後に異次要性がないと認められてから24時間後にもう一度同様の書類を提出することで許可されます。一度に49時間以上の実験を行うことはいかなる理由があっても認められません。SCP-667JP に内包されていた DNA サンプル群はサイト、1781の特非冷凍収容庫の第12番金庫から第3万3203番金庫に収容されています。実験に使用する際はサイト管理者に申請書を提出してください。説明。SCP-667JP は全高143メートル、重量1500トンの金属構造物です。外観は4本の足と4本の腕、最上部には2つの球形の頭部と思わしき突起物があります。規約部に歯人間と二頭体値、数の関節が設けられており、腕も同様です。4つの足は X 字状に伸びており、それらをまとめる腰から垂直に胴体が伸びています。胴体上部から腕も同様に X 字状に伸びています。胴体部分には腹筋と胸筋のように見える装甲が2組ずつ存在しています。主体構造のほとんどにはタングステンの外殻が露出していますが、一部の部分ではセラミックとチタンの相乗覆愛構造体が内骨格を覆うように設置されており、本来は前面がこの覆愛構造で被覆されていたものと思われます。関節内部には放射性硬化物が多数入り込んでおり、これらが故障の原因とされています。スクポ、667JP は SCP-667JP 発見時に同時回収された全長約100メートル、直径約6メートルの円錐型金属構造物です。SCP-667JP の沈んでいた海域の調査中に発見され、その表面構造が SCP-667JP と似通っていたために SCP-667JP の付随物として回収されました。回収当初、スクポ、667JP の頂点部分では常に海水の沸騰と水蒸気爆発が発生しており、周囲の海域では異次様な数のプランクトンが発生していました。これらが SCP-667JP 回収任務を大幅に遅らせる最大の原因となりました。スクポ、667JP の主体構造のほとんどはタングステンですが、その芯に使用されているのは木材です。底面の一部採取検査によってスクポ、667JP 製造時期は人類誕生以前であることが分かっています。スクポ、667JP の周囲2メートルの空間に存在している物質は、通常と比べて 3.41 倍ほど早く劣化、風化、運動しており、これによってスクポ、667JP 周囲は常に未来の情景を早回しで映し出しています。この急速劣化現象は先端部分に行くに従って比例するように速くなり、頂点部分周囲の空間は通常の空間と比べて 14,562.0023 倍の速度で劣化、風化、分子が活動することが分かっています。
しかしながら、これらの急速な運動は境界面を流出してくる物質にのみ確認されており、流入してく物質はむしろその分子運動が急激に減少します。また、これらの異次様現象はスクポ 667JP に接触している物体に対してより強く影響を及ぼし、頂点部分に接触している物質は約157億6800万倍の速度で劣化、運動し、通常空間換算で秒速25メートルほどの速度で急速劣化現象が広がっていくことが確認されています。これらの急速な劣化、風化、分子運動は流入時の減速にも比例して発生します。このことから、頂点部分が空気にさらされている場合は常に加速された空気の摩擦で、影響の境界面が高温となり、スクポ 667JP の先端付近は常に絶対0度を保ちます。この特性のため、現在は石油採掘プラントに偽装された海上プラント、6670の海底に直接沈められる形で収容されています。未だスクポ 667JP 周囲及び先端部分でどのような現象が発生しているのかは解明されていません。SCP-667JP にはコックピットのような人が入るスペースが存在せず、すべての動作は右頭部のメインコンピュータと左頭部のサブコンピュータが担っていることがわかっています。右頭部に内蔵されたコンピュータには12年現在一般家庭に普及しているシュリーマン型コンピュータを逸脱した演算方式が採用されていますが、左頭部に内蔵されたコンピュータは現在のシュリーマン型コンピュータと変わりありません。右頭部コンピュータは各機関から送られてくる情報をもとに、SCP-667JP の動作を検討。策定し左頭部のコンピュータに決定された指令を送る機能とインターフェースを使って周囲の人間とコミュニケーションを取るための理性処理の機能3が備わっています。左頭部コンピュータは右頭部コンピュータからの指令を処理し、SCP-667JP を動作させるための指令を各機関に伝達する能力のみが備わっています。SCP-667JP 発見当時、右頭部コンピュータは完全にその機能を停止しており、左頭部コンピュータのみが機能していたと記録されています。SCP-667JP の主たる動力源と思われる胸部コアには非常に単純な振り子が配置されており、重力による反復運動が全機関の動力源とされていたようです。動力伝達系統などには稼働時の摩耗が見られず、実際に稼働していたかどうかには疑いを持つ研究者もいます。しかしながら口述するブラックボックスの活動記録は SCP-667JP が、編集済み、年の間に14万、8000km を歩行したこと。脚部駆動装置の故障により右頭部コンピュータを再起動したもののうまく起動しなかった事実を示しています。SCP-667JP には、現代の自動車に搭載されるようなブラックボックスが胴体部分に格納されており、15年にその解析に成功しています。ブラックボックスには SCP-667JP の動作記録と周囲の音を録音するレコーダー、それに加えていくつかの文書データが保存されていました。このうち、動作記録とレコーダーは完全な解析に成功しているものの、文書データは海水による侵食が激しくデータは破損しているものと判明しています。レコーダーの内部の音声の初めには SCP-667JP が最初に建造されて起動された地点の環境音と人と思わしき声が録音されていました。録音されていた声の言語は解読されていませんが、発音や語数などからヘブライ語り系であるとの仮説が立てられています。クロステスト667、日付16年2月4日。対象、スクポ 667JP 及び SCP-667JP。実施方法、SCP-667JP とスクポ 667JP が無関係であるという仮説の検証のため、スクポ 667JP が SCP-667JP に接触した際の反応を見る。スクポ 667JP と SCP-667JP の右腕一つを接触させ、その風化、劣化の度合いを測定する。結果、スクポ 667JP の先端部分を SCP-667JP に30秒間接触させた後、接触箇所を検査したが風化、劣化の兆候は見られなかった。このことは、他のあらゆる物質に対して均一に風化、劣化現象を引き起こしたスクポ 667JP の特異性から逸脱する結果である。また、この実験が成功した後にスクポ 667JP を収容容器へ戻す途中、突如先端から体重が垂直に発生し先端部分の重量が増加、収容容器の一部破壊を引き起こした。これによる財団への被害は軽微。
分析。当初予定されていた実験はスクポ、667JP とスクプブジュプの関係性を裏付ける良い材料となりました。しかしながら後の事故の原因が何であるのか未だに分かっていません。スクポ、667JP の未知の特異性であるならば、早急な解明が求められます。胎児はスクポ、667JP から切除され、検査されましたが通常の杉であることが判明し焼却処分となりました。後の事故の原因の最有力仮説はスクポ、667JP 先端部分に樹木の花粉が付着したことによるというものです。この仮説は19年に実証されました。現在はスクポ、667JP の先端に付着した花粉が単体で胎樹となるプロセスの謎が研究されています。SCP-667JP は11年に南極大陸付近にて浮上する巨大構造物の報告として最初に確認されました。当時の記録では SCP-667JP は時速 15km で海中を移動しており、その後また遠洋に移動するとともにその深度を深め、米軍の捕捉から逃れました。米軍からの報告の解析により、この巨大構造物が異次様な存在であることが確認されたため、財団は周囲の海域を調査し発見に至りました。財団による発見時の SCP-667JP は海底を歩行しており、財団の部民先行調査艇、スクプスム、ディオゲネス、によってその姿が確認されました。発見時、SCP-667JP の動きは海水による抵抗からか非常にゆったりとしたものであり、このことから無人潜航工作艇数機による確保に成功しました。SCP-667JP の動作系統、動力伝達系統以外の随所には様々な種類の DNA サンプルとその塩基配列のコードが格納されています。33,215 種類の DNA サンプルはすべて小さな保存容器の中に収納されており、英語でのラベル表示がなされていますが、現在の英語圏にそのすべての単語は存在していません。また、それら DNA サンプルのすべても塩基配列のコードもすべて基地の動物、存在していた動物に合致しませんでした。管理記録 667JP。SCP-667JP の存在が確認された翌月より、スクポ、667JP を収容している海上プラント、6670に所属不明の軍用艦がたびたび接近していることが確認されました。財団は当初この所属不明部隊の身元を明かすべく調査を進めましたがどれも該当する人物は確認されず、財団はイージス艦による退去命令と警告を行いましたが彼らが立ち去ることはありませんでした。王後はこれに対し撃滅命令を発令、サイト、1726よりロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦であるスクプスン、タナトス。サイト、8199よりヤマト型巡航ミサイル原子力潜水艦であるスクプス軍、ヤマトが派遣されました。激しい交戦の末、対象はスクプス軍、ヤマトのトマホーク巡航ミサイルにより撃沈、生き延びた部隊員の回収も行われました。翌日には尋問が行われましたが、その蘇生と目的を得ることはできませんでした。特筆すべきは、対象らがスクポ、667JP と思われる存在の知識を部分的に有し、かつ SCP-667JP の存在も認知し、人、や、彼、という呼称を用いていた点にあり、この事実は現在も調査中です。現在は沈没した軍用艦のサルベージとその鑑識が行われています。20年10月45日、エロース博士の提唱により、スクポ、667JP と DNA サンプルの接触実験が提唱されました。王後評議会はこの実験の申請を保有し、大体にスクポ、667JP と一般動物の DNA サンプルの接触実験を承認しました。実験の結果は現在公表されておらず、DNA サンプルはそれまで収容されていたサイト、1706生体オブジェクト収容容器から現在の高セキュリティ施設へ移されました。エロース博士は解雇されました。現在、エロース博士の提案はハデス博士によって王後に再申請されています。